カムデン郡はアメリカ合衆国ニュージャージー州の南東部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は513,657人であり、2000年の508,932人から0.9%増加した。郡庁所在地はカムデン市であり、同郡で人口最大の都市でもある。 カムデン軍は1844年3月13日に、グロスター軍から分離して設立された。カムデン軍はデラウェ・アバレー地域に入っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は228.58平方マイルであり、このうち陸地222.30平方マイル、水域は5.28平方マイルで、水域率は2.32%である。 カムデン軍は海岸中石平野に位置し、ほとんど平坦で、標高が低い。軍内最高地点はバーリントン軍との軍境に近い場所であり、海抜219フィートである。その近くには海抜210フィートの場所もある。最低地点はデラウェアカー沿いの海面である。主要高規格道路群内には多くの軍道、集道、アメリカ国道、 週間高速道路が通っている。軍道としては534号線、536号線、537号線、543号線、544号線、551号線、561号線がある。ニュージャージー州道では38号線、41号線、42号線、47号線、70号線、73号線、 90号線、143号線、154号線、168号線がある。アメリカ国道は30号線と130号線である。周回高速道路は南北自動車専用道路の一部である76号線、295号線、やはり南北自動車専用道路の一部である676号線がある。 その他の自動車専用道路としては、アトランティックシティ・クスプレスウェイと、ニュージャージー・ターンパイクがある。アトランティックシティ・クスプレスウェイのインターチェンジは、軍内に5カ所あり、ニュージャージー・ターンパイクのインターチェンジは、ランビードとベルモアの境にある出口第3号のみで、ある。鉄道ニュージャージー・トランジットのアトランティックシティ線の、駅が、チェリーヒル、リンデンウォールド、ウォーターォードタウンシップ内にある。 この線は、元ペンシルベニアレディング海岸線本線を使い、フィラデルフィアとアトランティックシティをつないでいる。リバーラインは、サザンニュージャージー鉄道グループが、ニュージャージートランジットのために運行する、機動車ライトレールであり、トレントンから元のペンシルバニア鉄道の線を使っている。軍内では、カムデン市内とペンソー県タウンシップ内に駅がある。 デラウェア川港湾局が所有するパット湖高速船は、フィラデルフィアからベンジャミン・フランクリン橋を渡って、カムデンを抜け、ハットンフィールドと東端のリンデンウォルドの間は、元ペンシルベニア・レディング海岸線本線を使う、高速鉄道線である。郊外駅として、ウッドクレスト、ウェストモント、コリングスウッドがある。近年、軍庁所在地であるカムデン市の平均気温は1月の、 度度から7月の下市87度まで変化している過去最低気温は1934年2月に記録された下去11度であり、過去最高気温は1918年8月に記録された下去106度である。月間降水量は2月の2.75インチから7月の4.35インチまで変化している。ビッグティンバークリーク以下は二千十年の 国勢調査による人口統計データである。うちに2000年データを示す。カムデン市の大半とリンデンウォールドの一部は緊急度が高いとみられ、一方でチェリーヒルタウンシップ、ボーヒーズタウンシップ、ハットンハイツハットンフィールドには高級鳥が多く住む場所がある。カムデン軍は7人の委員で構成される、軍政委員会が統治している。軍全体を選挙区に、 党派選挙で選出される。任期は3年間である。毎年2人、または3人が改選される。その他に選挙で選ばれる役人として、保安官、軍事務官、遺言権に判事がいる。検察官は、州知事が指名し、州議会上院の助言と承認を受ける。州内の軍隊班と同様に裁判所は、各軍区、ボロ、市に、地方裁判所があり、軍には、 上級裁判所がある。上級裁判所は重大な刑事及び民事事件を扱い、地方裁判所は交通違反など小さな事件を扱う。軍の警察は保安官に加えてカムデン軍警察署とカムデン軍警察署がある。カムデン警察部とカムデン公園警察は2013年に新しく結成されたカムデン軍警察署に吸収された。 アメリカ合衆国下院議員の選挙では全軍がニュージャージー州第1選挙区と第2選挙区に入っている。2013年時点で第1区は民主党議員を第2区は共和党議員を選出している。カム・デン軍は昔から民主党の強い地盤である。通常の国政、州、地方選挙では圧倒的に民主党候補に投票している。 軍の大半が入るアメリカ合衆国下院議員第1選挙区はクック投票動向指数で民主党プラス14である。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のジョン・ケリーが共和党のジョージ・ W ・ブッシュに25.5%の差をつけて軍を制した。ケリーは州全体でも6.7%差で勝利した。2008年でも 民主党のバラク・オバマが共和党のジョン・マケインに対して34.8%差で、制止・州全体でも14.7%差で勝利した。軍内の登録有権者数は民主党が13万9147人、共和党が4万3669人となっている。15万8165人は無党派である。カムデン軍の自治体カムデン軍には、 下記の自治体がある。国勢調査指定地域、CDP と未編入の町は、その所属するタウンシップの下に挙げる。名称の後の数字は、渦の番号である。カムデン軍カレッジは2年生公立コミュニティカレッジであり、軍内の学生を受け入れている。ブラックウッド、カムデン、チェリーヒルにキャンパスがあり、1967年の設立である。 ラトガース大学、カムデン校は、カムデン市中心街ウォーターフロントにある、ローアン大学生骨療法学校が、ストラットフォードにある。ありがとうございます。